佐藤が来た。狙ったインコースは逃さない。3、4コーナー内側切り込んで佐藤雄二が先頭に上がっています。真中は2番手に交代しました。3番手は深谷、4番手には5番の平塚という対戦になっています。抜け出した佐藤雄二がトップであります。2番手は真中、大差がついた3番手には3番深谷となりまして、最後のコーナーに向かっています。真中と佐藤雄二マッチレースは7番の佐藤に軍配。佐藤が優質1番乗り。1番の神穴がこらえている。1番の神穴がこらえている。さあ笠木が並んでくるか。残り1周ブルーカック、7番の長田まで現れました。さあ2着争い、優勝席圏内をめぐって5番の笠木入ってまいりました。先コーナーで笠木が2番手に上がっています。神穴3番手、今度は長田が迫っている。先頭6番の中山、異次元のスピードで合流。3番手は長田に変わった。先頭は武藤博美、残り1周ブルーフラッグちょっと大きい。2番手は危うい感じになっています。4番の中山徹が仕掛けられるか。いや仕掛けられません。最後のコーナーに向かっています。先頭は武藤、2番手大きい、開けてくる4番の中山徹。最後大きいのインコースに並ぼうとしますが、これは届かないか。武藤が勝ちました。2番手大きい光る。いよいよ優勝戦を迎えます。ライター照明の明かりが威力を発揮する、そんな時間帯になりました。ハンデゼロから武藤博美、真中大輔、そして10メートル笠木義隆、中山光、平田正隆、大木光、佐藤雄二、木村武の以上8名です。今はこの中山光中心に回っています。12レースの発走でございます。5秒を切ります。3秒前、12レース優勝戦スタートしました。注目の10メーターラインのスタート争い、インコースから笠木が突き抜けました。笠木が好スタートを切りました。一気に花を奪う展開になりました。さらには5番の平田が内を狙いますが、4番の中山の道が開くのか。スーッとアウトコースからまくりを放って3番手までワープしようとしています。後ろから7番の佐藤雄二も攻めようとしています。競争は2周目に入りました。先頭は笠木義隆、2番手は2番の真中、3番手に中山が上がった。完全なる追撃態勢を作りました。4番手には内を潜り込んで佐藤雄二、その後ろ武藤博美、木村武史、大木光は7番手、最後方は平田の体勢だ。笠木がレースをリードしています。今年2回目の優勝に向かって3番の笠木、目の覚める速攻が決まりまして主導権を握っています。2番手真中、その外から4番の中山がぐーっとバイクを伸ばして3、4コーナーのカーブ、外を牽制する真中、切り返しの体勢、この辺りは実に冷静であります。残りは3周回。さあ4節連続優勝がもう目前であります。3番の笠木が主導権を握っています。2番手4番の中山光、3番手内を指してくるのは佐藤雄二、真中と佐藤雄二がほぼ横並びの状態で4コーナーを立ち上がります。残りは2周回。3番の笠木がレースの主導権を握っていますが、さあ2周を残した段階で4番の中山、まもなく追いつこうとしています。3番の笠木の主導権、笠木のリードは1車身半から1車身縮まった縮まった。さあ笠木がこらえるか、笠木がこらえるか。連続優勝のストッパーは笠木義隆になるのかどうか。さあ4番の中山が3コーナーからバックスレッジから3コーナーに向かって探してくる。3コーナー入ってまいりました。中山光、今回も中山、最終コーナーをクリア。時代は中山光だ。どうしてしまったか、中山光4連覇。今日本のオート界はこの人中心に回っていますと言っても大げさではないぐらいの活躍。2番手ゴールは笠木、3番手ゴール佐藤雄二、まさに海岸。これで4連覇。以上優勝戦実況でお伝えしました。さあこれからウイニングランということになります。
優勝した時にはね、3連続優勝で奥さんにはもう好きなものを買ってもいいと言っていただいたね。そうでした。今度はどういうご褒美が伊沢さん、はい、今日は結構きつい展開だったと思うんですけど。そうですね、しかし見事に勝ちましたね。まあ、冷静でしたしね。2周バックですかね、ちょっと平田選手が滑ったところがあったんですけど、はい、そうですね、あそこでやっぱり前に行けたっていうのも大きいんじゃないですかね。あそこ引っかかってたらちょっと厳しかったですね、はい、しかし本当だん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 大物に見えてきましたね。ですよね、はい、4節連続優勝ですからね、なかなかできるもんじゃないですからね。今回優勝する前1回しか優勝したことなかったわけで。そうですよね。それからいきなり4連覇、はい、なんだか表情も凛々しくなってきたように見えますよ ね、 そうですね。これからは帽子をうまく投げ入れられるようになりたいっても言ってたんで、はい、今日はどうでしょういやでもこれは本当にすごいですね。いや本当に今この人中心に回ってるのは間違いないですね。そうですね。さあ、もうお手の物ですね入りましたね、はい、しっかり。いや受け取った方羨ましいです。4節連続 V の帽子ですからね、うん、そうですね。いや本当に見事、すごい。はい、中山選手のウィニングランでした。